皆さんこんにちは。改めましてリメージです。現在ね、韓国に短期滞在をしているんですけれども、おすすめのクリニックを紹介をさせていただきたいなと思います。早速クリニックの様子も含めシェアをさせていただきたいなと思います。毎回同様、クリニックの詳しい値段などは全部インスタグラムの方にシェアをさせていただいておりますので、そちらをご覧いただけると、嬉しいなと思います。それでは早速動画に行ってみましょう。ミルククレンザーとホームクレンザーでこう選べる感じ。乾燥しやすいからクリームをねつけていいって言ってくださいました。なんか最近またね、乾燥もひどくて、ちょっとでもクリーム塗らないともうえぐいバリバリになる。30代に入ってたるみですね。はい。그리고요거는빛에서광을좀많이줘서미래주름이나모공같은거를보는거예요그리고요거는조금더빛을밝게만들어서브라운색소나빨간색소를이제적외선 UV 라이트고요것도이제숨어있는색소나이제피지선같은것들을보는거예요이마쪽의주름이여기서조금더여기보다여기서좀더두드러져보이고이영상보다여기서더진하게보이는거는앞으로주름이여기가더심해질거니까관리를합시다라는의미거든요스킨보톡스나뭐찾아보셨던스킨부스터같은데이렇게부분적으로만도하실수있겠죠これとスキンブースター一緒にやると効果がより약간아래층에있는거거든요속에있는거라서カウンセリング終わって今から麻酔クリームを塗るんですけど、ちゃんとした個室でプライベート空間がこう保たれているので、日本人の方でも安心して来院できるかなと思います。カウンセリングもすっごい結構長くて20分ぐらいはやっていただいたので、すごく安心して施術を受けられるクリニックかなと思います。これから30分間麻酔をしていきます。今日やるのはスキンブースター 2cc とスキンボトックス 1cc CO2 レーザーを今日やって、これが私初めてで、バーチュ RF っていうやつ、毛穴にすごく特化している施術だそうです。毛穴中心にお悩みを相談したので施術をやっていきます。なんかね、これぬいぐるみもあるみたいなので、痛みに弱い方これをギュッと握りしめられるので、結構犬とかが多いんだけど、なんか人間みたいなキャラクターです。今回は私はあんまりこれね使わないタイプなので、もう痛みにひたすら耐えて頑張りたいと思います。最初に CO2 レーザーをやってくださるそうです。私ヤグレーザーやって、ほくろの下になんか新しい基礎沈着みたいなのが現れて、それをね取ってくださるそうです。と焦げた匂いがする感じで全く痛みはないです。麻酔をやってるからだと思うけど、ちょっと痛い。骨のところっていうよりかは小鼻のなんて言ったら この今が痛い。涙が出る。もう一回、うん、もうどこもう一回です。あ、OKOK。見せてくれます。使わないんだけど今日は使います。私はあんまりこれね使わないタイプなので、もう痛みにひたすら耐えて頑張りたいと思います。これですか？リュージュラの方が痛い気がします。はい、大丈夫です。ありがとうございます。リュコもなこやあー叫びそう。ふう。先生細かくめっちゃ打つから、他の先生より細かい。なんか半年ぶりだから特に痛かったわ。はい。今施術が終わりました。ちょっとねこの動画よりも写真の方が分かりやすいと思うんで、こちら写真載せておきます。今これはね鎮静してくれてるみたいです。いやー頑張った。一個一個説明がしてくれるので不安なく受けられるなっていうのがすごく印象でした。結構説明なしでガーってこう流れ作業のように
やるクリニックも多いんですけれども、これでとパックしてその後に LED ライトを当てて終わりだそうです。道順ですね。高速ターミナルの8の2番出口 を出ていただいて、ですぐねまっすぐ出ていただいて、ずーっとひたすらまっすぐ行きます。この KFC の通りですね。はい、ということでここです。普通に歩いて3分30秒3分ぐらいで着きますので、もう一個ね繁忙駅っていうところがこの先にあります。これは4番出口から出ていただけるとすぐまっすぐ行けば着きますので、本当にアクセスも簡単なので、ぜひねこちら参考にしてみてください。はい、ということでね、今施術終わって結構鎮静系をやってくれたから、あんまりねこうボコボコ感が全然ないです。すごい大型の店舗じゃないから、小型店舗なのでゆっくりそうカウンセリングをして自分に合う施術をしたいっていう方が特におすすめかなと思います。で、予約も混まないようにすごくちゃんと管理されているようなので、あまり待合室でもほとんど人に会わずに施術を行うことができるので、本当になんか安心して受けられるクリニックだなと思います。やっぱり大型店舗行くと長瀬作業みたいな感じですごくなんか不安に思う方多いと思うので、そういった方はルエルクリニックに来ていただきたいなと思っております。ちょうどね24時間1日経ちました。まだところどころにちょっとあざっぽくなっているんですけれども、昨日の夜洗顔するときにもうすでになんかツヤっぽくなってて、内側からの張りパンっていう感じがあったので、すごくわ効果早いと思ったんだけど、いただいたね注意事項がありまして、分かりやすく K と H で毎日7日間塗ってくださいねっていうのが書いてあります。アフターケアもちゃんとしてくれるような対応がありますので、安心してできるのではないかなと思います。このクリニックバーチャル RF すごく得意としているクリニックでございますので、気になったなってちょっと受けてみたいなという方がいましたら概要欄に記載載っていますので、詳しくそちらをご覧ください。この動画が、ね、参考になったなって思った方はぜひいいねとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしてください。ありがとうございました。